はい、どうもこんにちは、福田です。本日のテーマは、アクティブファンドの実力検証ということで、農林中金が運用しているアメリカ株のアクティブファンドの長期厳選投資、大船ですね。こいつの実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。検証期間なんですけれども、これが2017年の7月の5日から2022年の12月30日となっております。で、比べていくベンチマークなんですが、アメリカ株の 代表的なインデックスですね。この5つと比べていきたいと思います。で、見ていくリターンの時間軸は、日時と月時と年時の3つのリターンの時間軸で見ていきたいと思います。で、リターンの種類は、配当受け取りのリターンで見ていきます。で、それぞれのベンチマークの年間の配当利回りは2、2%と仮定してやっていきたいと思います。で、それぞれ見ていく項目は、この以下7つとなっております。それでは早速やっていきましょう。 はいじゃあまずざっくりと結論から言っていきます。このファンドなんですけれども結構ですね実力はありそうっていう風なそんな感じになりました。で日時月時年次のどのタームで見てみてもですねリスクを抑えて効率よくリターンを稼げておりました。他はですねこのファンドのリターンの大部分というのはアメリカ株の上昇相場の恩恵を受けて稼いだものとなっていたのでそれなので基本的にこのファンドの投資前提としてはまあアメリカ株に対して で、え、強気っていうふうな形で、まあ、アメリカ株が、上がろうが、上がっても下がっても、どっちの相場でも、え、利益が稼げるっていう風な、そういう感じじゃないことは、注意しておいた方が、いいんじゃないかなと思います。それでは、早速、日時ターンから、見ていきましょう。はい、では、やっていきます。で、最初にちょっと注意点なんですけれども、この、ファンドなんですけれども、このファンド自体は、えっ、ー、と、 為替ヘッジなしのファンドなので、えー、それなので、えー、アメリカ株の為替レートの影響を、えー、反映した、えー、リターンのデータとなっているんですが、えー、ベンチマークに関しては、えー、これ米ドルベースでの値、えーね、動きっていうふうな形なので、まあ、それなので、えー、ちょっとですね、えー、為替のところの影響が、まあ、反映しきれてないっちゃ反映しきれてないので、まあ、そこだけですね、えー、ちょっと割り引いて、えー、見ていただければと思います、えー。とりあえずですね、まずサンプルサイズ、えー、確認していくんですけれども、えー、日時のサンプルサイズだと、えー、3338個っていうの形なので、まあ、それなので、えー、日時ターンは 1338個ありりまましたよっていう,ふうなななそんな形になっておりますで、平均リターン見ていくんですが、これですね、どの、おおむねですね、どのメッジマークに対しても、高いリターンを稼げてはいるんですが、またナスダック総合指数とは同じぐらいで、ナスダック100と比べると、まあ若干、劣っているっていうふうな、そんな形になっていたことがわかります。 お次に、標準偏差を見ていくんですけれども、これはどのベンチマークに対してもリスクは低く抑えられていたってことが確認できると思います。で、次にシャープレシオなんですけれども、これもですね、どのベンチマークと比べてもシャープレシオは高くなっているので、まあそれなので、要は、えっと、リターン自体は高かったり低かったりっていうのはあるんですけれども、いずれにせよですね、リスクは低く抑えられているから、まあだから、ちゃんとリスクを抑えて効率よくリターンを稼げていたってことがわかるんじゃないかなと思います。じゃあお次に、 相関とリスクとベータ見ていきます。 え、相関見ると、えー、っと、どのベンチマークに対しても相関係数が高いんで、まあ連動性は高いっていうふうな形ですね。で、まあリスク倍率はですね、さっき見たファンドの標準偏差をそれぞれのベンチマークの標準偏差で割った数値なんですけれども、まあこれは1切っているっていうふうな形で、で、それで計算できるベータっていうふうな数値があって、まあこのベータ値自体は、え、感濃度を表しているんですが、どっちかっていうと、え、S&P が100とかニューヨークダウとかに代表される大型株ですね、え、ここら辺との感濃度が、まあ小型株とかハイテク株に比べると 高いとうことが確認できるんじゃなないかなと思いますじゃあ次に、えっ、ー、と、リターンをベータとアルファで分解していくんですけれども、えー、これですね、えっ、ー、と、オレンジ部分のアルファ、え、これがちゃんと出ているので、まあ、それなんで、え、実力によって得た分のリターンっていうのは、え、あったってことがわかるんですが、まあ、ただ、え、リターンの大部分はですね、え、アメリカ株の上昇相場の恩恵を受けて、え、稼げた分のリターンっていうふうな、え、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、え、逆、え、実際にですね、えっ、ー、と、ベンチマークが上昇した時と、下落した時にどうだったかってことを、え、次確認していくんです。 がま,まず上昇時から見ていくと、これはえっとベンチマークが上昇した時き、つまりはですね、アメリカ株が上昇した時にはファンドもリターンはプラスではあるんですけれども、アメリカベンチマークの上昇幅と比べると、ま若干劣っているっていう風な、そういったことがわかると思います。じゃあ逆にベンチマーク下落時なんですけれども、これはですね、ベンチマークが下落するとファンドも下落しているんですが、ただベンチマークの下落幅と比べると、幾分かマイルドに抑えられているということが確認できるんじゃないかなと思います。とりあえず。 これが NC リターンに出らました。では、お次にですね、月次リターン、こいつを確認していきましょう。 え、サンプルサイズ、え、65なので、まあ、それなのでですね、え、月ごとの、え、リターン、え、というか、えっと、月時のリターンの個数というのは、65個ありましたよといて意味になります。で、平均リターン見ていくんですが、まこれ、え、ナスダック100と比べると、まあ、若干、え、月時リターン低いんですけれども、え、ただ、え、他のベンチマークと比べると、月時リターンは、え、高いっていことが確認できると思います。で、え、お次に、え、リスクの大きさ、え、見ていくんですが、え、日時と同じでですね、えっと、月時で見てみても、え、どのベンチマークに対しても、リスクは低く、え、抑えられて いたってことが確認できると思いますじゃあ次にシャープレシオを見ていくんですがベンチマークと比べてですねシャープレシオは高かったのでまあ、それなのでリスクに対して効率よくリターンを稼げていたってことが確認できると思いますで、相関とリスクとベータなんですけどもまあいずれにせよ相関係数高いので連動性は月次で見てみても高いというような形で,でベータ値見てみてもですね ま、やっぱり、えっと、どっちかというと、ハイテクとか小型株よりかは、大型株の方の感濃度が高いっていうことが確認できると思います。 じゃあ、ベータとアルファのリターンを見ていくんですが、まあ、月次見て月次で見てみても、アルファは稼いでいるので、それなので実力によって得るた分のリターンっていうのもあるんですが、また、いずれにせよですね、リターンの半分以上はベータによって稼げていた。つまりは、たまたまこの期間、月次でアメリカ株全体が好調だったから、リターンを稼げていたっていうふうな、そういったことで説明できると思います。じゃあ、次にベンチマークの上昇時の平均リターンなんですが、こいつもベンチマークが上昇した時には、月次でもファンドも上昇する すんだけどただ、えー、月次でも、えー、と、ベンチマークの上昇幅では、えー、若干劣っているっていうふうな、えー、そういったことが言えると思います。じゃあ、ベンチマークの下落時にはどうかっていうと、まあ、これは月次でも同じなんですけども、 えっと、ベンチマークが下落したらファンドも下落するんだけども、ただ、下落幅はベンチマークと比べて、まあ、いく分かマシになっていたってことがわかると思います。えー、とりあえず、え、これが月次リターンでした。では、え、最後にですね、え、年次リターン見ていきましょう。え、サンプルサイズ、え、やはりグッと減ってですね、え、5ってなっているので、まあ、それなので、え、この、え、計測期間では、え、5年間のリターンのデータしか取れませんでしたよっていうふうな形になっております。え、それで、え、平均リターン見ていくんですが、え、これ見るとですね、え、S&P とニューヨークダウン、え、入あと ラッセル2000、これよりかはリターンは高いんですけれども、ただナスダック総合とナスダック100、こいつと比べるとまあリターンは低くなっているってことがわかるんじゃないかなと思います。で、リスクの大きさ比べていくんですけれども、いずれにせよベンチマークよりはリスクは低く抑えられているんですが、まただニューヨークダウもですね、結構リスクは抑えられて運用していたってことがわかると思います。で、シャープレッシオを見ていくんですが、シャープレシオで見てみると結構差がついていて、マネジで見てみた場合にはサンプルサイズがこれ小さいというのは 大いにあるんですけれども、まあ、少なくとも、どのベンチマークよりもですね、はるかに投資効率よく運用できていたということがわかると思います。で、相関とリスクとベータ見ていくんですが、まあ、年次で見てみても相関係数は相変わらず高いというような形なんですが、ただちょっとリスクワイズが結構違うので、それなのでベータにもばらつきが出ているってことが確認できると思います。じゃあ、ベータとアルファのリターンどうかっていうと、こうなってまして、やっぱりアルファは出ているので、 えっと、このファンドのリターンっていうのは、実力によってエルタ分のリターンっていうのが、まあ、年次でも言えるっていうふうなことはあるんですけれども、ただですね、ものによっては、えっと、リターンの50%以上が、えっと、アルファで稼いでるっていうふうな形になってるんですが、ただ、この S&P500 とか、ニューヨークダウとか、あとですね、ラッセル2000とか、そこの比べる、そこのベンチマークと対比してみたときには、まあ、リターンの大部分は、アルファではなくて、ベータによってエルタ分のリターンですよっていうふうな、そういったことが言えると思います。じゃあ、ベンチマークの上昇時 どうだったかっていうと、まあこれ、日時と月時とちょっと様相が違ってきておりまして、あのですね、ここのですね、 ナスダックと、あと、S&P500 と、ナスダックとナスダック100。これに関して言うと、ベンチマークが上昇するときには、ファンドも上昇するんだけども、ファンドの上昇幅は、ベンチマークよりも若干抑えられていたっていうふうな形にはなっているんですが、ただ、ニューヨークだとラッセル2000。これに関しては、ベンチマークが上昇すると、ファンドはそれ以上に上昇していたってことが、わかると思います。じゃあ、下落時どうだったのかって形なんですが、下落時に関しては、ベンチマークが下落すると、ファンドも下落してはいたんだけれども、 え、ファンドの下落幅っていうのは、え、ベンチマークの下落幅に比べて大幅に抑えられていたってことがわかります。ただこれですね、え、サンプルサイズあくまで5なので、え、それなので、え、ちょっとですね、え、これが今後再現するかどうかっていうのは、え、若干疑わしいというふうな、てかかなり疑わしいというふうな、え、そういったことは、ま、留意しておいていただければと思います。え、とりあえず、え、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、えー、なんかリクエストとか質問とか感想とか、えー、そういったことありましたら、えー、お気軽にコメント欄に書いていただければと思います。あとですね、え今後の励みになりますので、え今の動画役に立ったなとか、面白かったなとか思っていただけたら、え高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい。というわけで、今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。